はい、お疲れ様です。今グラウンド来てるんですけど、何やら160センチトリオ。俺もうちょっと170だもん。あと160センチトリオというね、この3人組がいるんですけど、青と黄色とピンクのね、3人がね、どうしてもホームランしたいと。90以上は飛ばしてみたいですね。やっぱ90いけば入るじゃないですか。ね、どうしてもやっぱり、まあ背小さいの関係ないと思うけど、やっぱり背小さい人ってこうパワー、なくてこう柵越えできないみたいなところが多少あるじゃないですか。君らはね打てない組なんで、ちょっと今回スペシャルな先生用意してますんで、聞いて柵越えをしてみよう、達成しようっていう企画をやります。その先生がですね、福島の聖光学院出身で、大学は白鴎大学、そこから栃木の方で銀行の方で勤めまして、企業チームで天皇杯とか草野球の天皇杯とか出てて、今も企業チームでやってらっしゃるスーパーバッターがいますんで、彼に聞いて柵越えしようぜっていう話です。今日は身長いくつ？身長いくつ？ 69.5 163です。162です。ちょっと並んで並んで並んで、はいはいはい、まだマシかな俺。はい、こんな感じね、こんな感じね。でここに俺が立つよ。画面抜けるんだよ。画面抜けちゃうっていうこんな感じなんですよ。柵越えしたいじゃないですか、やっぱり。じゃあプロ野球見せてもやっぱさ、すげえなと思うでしょ。今回は登場してもらえますか？はい、はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。栃木県小山市のセルフィッシュというチームで野球やってます、山井と申します。山井さん、お願いします。まあ通称パパニキなんですけど、パパニキでしか知らない。パパニキ、はいなんですけど、今お年が27歳、いつからですか？草野球は。草野球は大学が3年になるときに引退っていう形で、その後軟式野球始めたんで、軟式野球歴でいうと7年ぐらいということで、いやめちゃめちゃ打つんですよ。昔対戦したことあって打たれました。俺がサハタヤカップで当たってバーン打たれました。そこから連絡もらって交流があって、そこから翔平ズも来てもらってやってるんですけど、今回はちょっとパパニキにホームランの打ち方を伝授してもらって、実際君ら打てるのかっていう。最高どれぐらいなんですか、君ら3人は？飛距離的には。クロスのネットは当たってるんで、はい、90はいってるかな。いってる。で君らは85とか。85。学校の柵越えしたことある。ある、はい、公式で。公式で。じゃあいけんじゃないか。なぜ超えない？落ちちゃったんですよ。パパニキのまずは実力から見させてもらって、そこからその後3人の実力を見てもらってアドバイスしてもらってっていう感じでやっていきます。はい、いいですか？いいですか？それではやっていきましょう。ゴー。お、いった今。奥の丘まで来ると。いやマジ。見えない見えない。えぐいな。どうすか、いった？はい、いったね今。マジか。いったな今。105超えた？よね。えぐ。今の見てどうすか？いや高く上がるなってまず。うん。乗せるっていうのはうまいっすよね。そうっすね、高く上げるすごい大事なんで、なんでまず一回ちょっと何球か打ってみてパパニキ見てもらいましょう。はい、行きましょう。はい、全然内野やん。いいんじゃないですか。いつもダメだな。どうしたどうした。ワン、ツーバン、スリーバンぐらいか。こします、はい、最後ヒロトさん行きましょう。どうですか、体重の移動とかちゃんとやれば全然体重移動、はい、いけるかなって感じですね。3人とも共通していることなんかあります？バッティングってその人その人で正解が違うんで、はい、凛斗君とひろと君はちょっと似てるかな。似てる。上半身で頑張って飛ばそうとしてる感が。ああ、洋平さんはなんて言うんだろう、一生懸命いい形で当てる感覚はちゃんとあるんですけど、それを横でこういうふうに使っちゃってるんで、もうちょっと縦の奥行きの中で前に使えれば多分コストが。なるほどね。で今打ってもらって良平と凛とヒロトでなんか共通してところがあるらしいんで、はい、こちらの凛と君とヒロト君が、上半身で頑張って、はい、多分ピッチャーに対していい形でフライっていい形に見ようとかで踏み出してみようっていう形でやってると思うんですけど、その後ボールに対して力伝えるのを頑張って上半身で腕の力で捉えて持っていこうとしてるんで、そうじゃなくて、まあ、体重移動をしっかり使えばもうちょっと飛ぶかなっていうところと。体重移動、はい、どうですか自分の中で。どうですか。確かに力は上で入っちゃってる気がしたんで、全然打球も上がんなくて、はい。両平はどうですか。ボールに対していい形で、ドライブしなかったり、打球がフライにならないように面で捉えようという意識はあるんですけど、その意識が強すぎてちょっと横でこういう形で作っちゃってるんで、この縦の体の奥行きの中でまっすぐ前にくれる感じが出てくればもうちょっと体もスムーズに使えてくると思うんで、そこをちょっと改善していければいいかなと。でなんかスイングを指導する感じですか、それは。そうですね、一人一人やっぱ正解が全然違うんで、特に軟式野球なんで変な話ドアスイングでも全然飛びますし、打てる形がその人の正解になるんで、はい、そこはちょっと分けて。じゃあ良平からいきますか。じゃあ、はい、じゃあいきましょう、はい、脇締めるのって何か意識します？いやむしろ少なかったですね。遠く飛ばす。むしろなんか脇が締まりすぎて体のメリハリというか勢いを使えてないんで、腰から上と足だけで分離しちゃって、ここから構えて足でここまで行ってこうやって打ってる感があるんで、似てる。もうちょっとヘッドを使って例えば2回こういう8の字スイングをしてからこういう感じです。そんぐらい肘と肩フリーしていいです。なんで1回、2回で投げたら8の字でポーンちょっと差し込まれるそこは挑戦したな。行こう。もうちょっとさ早めに。ああもうちょっと遅めですいいじゃん。8の字下あと持ってってください。でこの時に体をひねるっていうよりは体をこうひねるんじゃなくてこっちに、ピッチャーに対してはなるべく背中を向けずにこっちに持っていく感じですね。こういう感じです。そうですそうです。であとはもうここをグッと持ってくる速さ、グリップから、はい、グリップからあれやサイドスローの時の。そう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 。バットはもうこの角度入ってきちゃっていい。はい。脇を早く締める。審判方面に。そう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 。そう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 。おお、いいやん。これじゃ絶対無理なんですけど、はい、この骨盤の位置、はい、ここを変えずに、こう骨盤があるのを、はい、こうするイメージです。こうするイメージです。だからつま先は打った後は開いていいんです。最初から開くのはね、この内側の筋肉とこの辺のを絞っていくような感じでギュッというかこういう形で前に構造的に無理してる。あ、そう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 、そういう形。いいね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 。おっ、さあもうちょっともう泳いでるんで、あとはもうポイントのいいポイントで、今まだこの辺で泳いだ状態で緩んでここで当たってるんで、たまたまいいライナーって感じだと思うんですけど、それがもうちょっと股関節の体重がたまったところでこの辺りで当たって、はい、でそこからキュッと回れてるところで触れればもうちょっとどうですか。いや、バットの出し方のスムーズさはかなり変わったんじゃないかなって。じゃあスイングお願いします。スイング打球が惜しい。なんか前みたいな思いっきり無理やり振ってるようなイメージは多分力感もっとないと思う。全然ないです。今ちょっと横に振りました。そうです、ね。あ、いく今いってる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 。向きは向き、つま先、ここは前に行くんですけど、はい、こうです。ああ、なるほど。こう下にそのままギュッと、ここは絶対曲がっちゃうんです。でも前に体重です。前体重こうこういう感じですね。坂本落ちだ。この膝は絶対曲がらないようになるべくで体重前に行くように。行こう。おっ、あんじゃんこれ。惜しかった。うわ惜しい。勢いです。勢い。スピン、体のスピンと体重移動なんで。おお。いた。えおーいたー。おめでとうございます。ファウルゾーンだけどね、柵越えはしてたことで。打ってるうちここだから。あ、そうねそう、ギリ入ってんね。飛距離は全然入ってるんです。素晴らしい。90超えしました。柵越えは初めてですね。ねえ、いやもうパパニキさんのおかげです。でも本当に全然なんか今までだとなんかもうなんていうの、体の周りで体を回して手でそうって感じだったのが、もう全身まずここの概念が、これがまずそうですね、これが一番自分の中には合うなと思ったんで、ではもう素振りの時から直接受けていこうかなっていう、はい、最近素振りでやってるんでちゃんとは。でここを挟む形で。おっ、これまさか飛んだよーい。そう、お、いいんじゃないこれ。惜しいクソ惜しい。もう90m80kmだって。野球うまくなるからもっと太って、今まで痩せてると思うけど、無駄な肉も筋肉も絶対もっとついてくるから、そしたらもうちょっと体重も乗ってきたわけになる。そこに対して何分10分身体能力だけではなくて、ちゃんとメカニズムを持ってる。5分。はい、よっしゃ。じゃあ拾っておきます。お、惜しい。でも今スタンスの広さ気にしてる？いや、気にしてはない。もうちょっとじゃあ広げよう。最初泣いたくらいに意識もで、この意識を持って足を上げて、こうしっかりと、はい、おバンバンかー。惜しい。もうちょっとだ、色とこう絶対無理だけど、構造上無理だけど、こうなってるように動いてると思って、はい、だから骨盤は前腰だけこういかなければ OK。これがこう行く分には OK。 ああ、よいしょ、嬉しい。おっ、うわ入ったんじゃない？今入ったんじゃん、今入ったんじゃん、今どっちだ？今入ったっしょ。入って出てきた、直で行ったべ。今だって電柱っすよね。電柱だ、電柱？あのポールの延長線上の電柱じゃないだって。えぐい、飛んだ。 OK、 よいしょ。ナモチン、ナモチン、はい、こうさ、あれホームランよね、今ね。距離的にはホームランですよ、間違いなく。あとはあのポールで納得いくか納得いってやな、バイトだしな。バイト、はい、おめでとうございます。飛距離が飛びました。どうもです、どうもです、ありがとうございますありがとうございました。諸事情によりリントとヒロトはちょっと今、そうですね、この時間以降はということでバイトということであ、未成年ダメということでそんな感じで結果的にみんな 90m 超え、ホームランラインの 90m 超えは達成したんですよ。ポールの右左はありますけど、そうですね、90は全然超えてます。それが今まで見たことなかったんで、そのやっぱちょっとのきっかけとかアドバイスでここまで行くっていうのはやっぱりもう偉大なパパに貴様ということで、今日はありがとうございました。まあやっぱ今ショーヘイズでね、チーム作ってやってるんですけど、やっぱりみんなホームランは打てないんですよね。この間抜けるとかは打つんですけど、やっぱり野球といえばホームランなんで、やっぱりホームランめちゃめちゃ打てるパパニキにアドバイスをもらうのがやっぱり一番かなと思って、今回このような企画をさせてもらいました。ありがとうございました。また機会あればショーヘイズにも来てもらって、はい、紅白戦とか来てもらって、はい、また機会あったらまた、はい、ぜひともお願いします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。